はい、今度は2番目。下線棒と疑問文にしなさいと。My birthday is December 25th、ね。クリスマスなんでね、私の誕生日はね。じゃあ、いつですか？だから、when。これで、is my birthday ってやらずに、your birthday ってやっとこうか、ね。when is your birthday ってなるよね。My bag is under the desk。under the desk がわかんないんだから、どこにあるかわかんないんだから、あ、違うわ。birthday か。ここじゃなくて、ここだよね。where でね。で、あとは、my bag is を疑問文にしとけばいいだけだから、あ、where is、どうしようかな。your bag ってやっとこうか。ね。where is your bag? My bag is under the desk。ね。まあ、問答になるからね、これで、ね。もちろん、指定がなければね、Where is my bag? ってやってもいいよ。3番、Bill is my brother。ね、ビルが私のと、弟だと。じゃあ誰かってやんで、ね。Who is Bill?、ね、そう次、This bag is Tom's。This is Tom's bag。わかる？上の Tom's は Tom のものって意味でしょ。I my me mine で言えば I my me mine だよね。This bag is mine、ね。下の、トムズはトムのでしょ。のものじゃなくてね。I my me mine で言えば I my か、This is my bag、This bag is my とは言わないよね。This bag is mine bag とも言わないよね。じゃあ、これはね、whose ってなるわけ。誰のものだから。あと、疑問文にしとけばいいだけ。Is this bag?下はそれに対して、whose の後に bag ってつけて、whose bag is this?、日本語に訳したらどう違うかっていうと、この、なんだっけ、bag は誰のものですかってなるわけよ、上はね。下は、これは誰の bag ですかになるわけよ。はい、5番。This is a bird。これは鳥ですと。じゃあ、どうなの？what とか。これであと、is this か。I play tennis after school。私は放課後テニスをしますってことでね。じゃあ何をするんですか ?What do you play でいいかな ?play もわかんないんだから、だから do 方がいいよね。What do you do after school?、その次、ちょっと早い。I like soccer。私はサッカーが好きです。じゃあ、何が好きですか ?What、do you like?Do I like じゃなくて、まあ、Do you like にしとこうか。あと、これだけね。This bus goes to City Hall。このバスはシティホールに行きますと。じゃあ、どのバスが行きますかだから、どのっていうことで、which だよね。Which bus goes to City Hall?、はい、その次。I am fine。ね、これは要するに元気ですかって聞いてるわけでしょ。How are you?、I come to school by bus。バスで来ますってことはどうやって来ますかってことでね。How do you go to, how do you come to school? ちょっと待って。これね、間違いだよね。to school だよね。How do you come to school か。これ、トゥスクールの間違いだわ。ね、ごめんなさい。そうやね。バイバスを聞いてんだから、これあったらおかしいよね。ね、これでいいんでしょう。はい、8番。I have three cities. I am 13 years old. これね。数を聞くときは、how many でいいよね。これで、cities。ね、do you have? How many cities do you have? I am 13 years old. How old?これが how になるわけよ。どれくらい、どれくらい年老いているかってことだよ。Are you? How old are you? How は how old とか how tall とか how high とかになってどれくらいって意味よ。How 単独だったらどのようにしてってことで。How do you go to school? とかね。これでいいかな。ちょっとチェック入れるよ。92%。なんで？どこ？ What do you like? これなんで間違い？ああ、そっか。これね、おそらく、これでもいいけどもさ、What do you like? だったらもう本当に、
何でもいいわけでしょ、好きなもの。例えば、ね、英語が好きだとか、ね、パソコンが好きだとか、ね、山登りが好きだとか、何でもいいわけじゃない。ところが、これはスポーツの話をしてるんだから、スポーツって書いておこうか。What sport do you like? これでいいんじゃないかな。ね、そういうことか。うん、これで、全部合ってるんでね。そうだね。あれ？ What sport do you like? ああ、そうか。クエスチョンマーク入ってるからか。クエスチョンマーク入ってるからダメなのかな。そうだね。クエスチョンマーク入ったからダメだったんでね。はい。いい？when とか、ね、where とか。で、あと、この区別ね。できればやっていた方がいいかな。どっちでも同じ意味なんだけどね、結局はね。でも一応区別つけといた方がいいかな。はい。これはあれだよね。最初のとこがわかんないんだから、そのままつければいいよね。goes to the city hall ってね。はい。じゃあ、終わろっか。